第2回戦、1回戦、3打差で負けたんで、ここから3ホール頑張ります。リベンジですね。はい、よし、集合からだね。どこ狙いは？ちょっと左行ってもいい。バンカーの上って言われてる。ハイヤーズって言うの。バンカーの上打つとこぐらいは、いわゆる選手クラスは簡単なんですよ。バンカー超えないきつい。バンカー200、全然超える、230。それは自分のフィーリングあるからさ、踊るの。230で、うん、僕は左のちっちゃいキャンじゃん。あれは299。じゃあバンカー上でいい。届かないとかじゃないんだよね。具体的に感じないんだよね。バンカーの上行ってもちょっと左行っちゃってもいいじゃん。感覚だ。225でいいバンカー。バンカー方向飛んだ時のフェアウェイ到達するのが270とかさ、あれが欲しいんだね。あ、それ全然超える。そういうのがやっぱ安心する。それ272。そうちょっと間違って細かい。やったら細かいよ。バンカー方向でフェアウェイ到達するの270する。バンカー全然超えるとか、左が行かないとか、そんなんじゃないんだよ。手前の息気にしてるおじさんみたいだな。左上げです。左上げ。はい。左上げ。テンションしたらあんまり上げじゃなくなるから。175ピンまで右奥。奥はダメなんでちょっと小さめでいきます。いいんじゃない？これは来たよ。これは来ました。バーディーチャンス。何ヤードですか？158。こっから取ってていい？iPhone の画質めちゃめちゃいいね。ナイスです。どこ？あ、右側。オッケー、ナイス。255で超えると右のキー？右のキー？
かるの1本目、1個目が255で超える275ぐらい最低必要なの全部超える。じゃあありがとう。ならもっと出るけど出てるともいいなら。です。悪くないよ。完璧だよ。